ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回は STM32L0 シリーズの概要と特徴についてご説明いたします。 STM32L0 シリーズはウルトラローパワーの ARM コアテックス M0 プラスコアを搭載した STM32 ファミリーの中でも超低消費電力の製品シリーズです。超低消費電力の ARM コアに加え、専用の省電力動作モードや省電力ペリフェラルを搭載している点で、STM32 ファミリーの他のシリーズとは異なります。次に STM32L0 シリーズの特徴について詳しくご説明していきます。一つ目の特徴は省電力動作と性能の両立です。電源電圧 1.71V という低電圧からフルスピードの 32MHz 動作ができる点が競合製品に対してアドバンテージになります。また通常動作時の消費電流を削減するだけではなく、複数の省電力動作モードをサポートしているため平均消費電流の削減も可能です。この場合、可能な限りランモード動作期間を削減し、積極的に省電力モードを使用するという使い方を想定しています。さらに125度までの高温動作保証をしている点も STM32L0 の大きなメリットです。2つ目の特徴は水晶発信シレス USB によるボムコストの削減です。 USB 通信用の外部発信子が不要なので水晶発信子分のボムコストを削減できます。さらにバッテリーチャージングディテクション 1.2 に対応した USB であるため、非対応品に比べこちらも外部回路の削減に貢献できます。3つ目の特徴は省電力アーキテクチャと省電力動作対応ペリフェラル機能の搭載です。 CPU コアにはローパワー製品向けの ARM コア Cortex M0 プラスを採用しており、製品の骨格であるチップアーキテクチャの段階から省電力設計を行っています。この省電力アーキテクチャを生かすため専用のペリフェラルを搭載しています。 STM32L0 シリーズに搭載する 12bit AD コンバーターは 1.65V から動作可能な省電力タイプのものです。またこの製品に搭載しているローパワータイマーは CPU と大半のペリフェラルが停止するストップモード中でも通常のタイマーと同じ機能で動作可能な省電力製品専用です。4つ目の特徴はセキュリティ機能の搭載です。 STM32L0 シリーズは STM32 ファミリーにおいてエントリーレベルの製品シリーズですが、通常エントリーレベルの汎用マイコンには見られない充実したセキュリティ機能を搭載しています。ハードウェア AES 診断数発生器は通信における暗号処理の一部をハードウェアで実現する機能であり、今後市場の拡大が見込まれる IoT のセンサーノードでの使用に最適です。また、フラッシュ保護機能として書き込み保護に加えて外部からの読み出し保護機能を搭載しており、外部からの不正アクセスを物理的にブロックできますので、お客様のソフト資産を保護し、模造品対策を行うという点で有効な機能です。5つ目の特徴は E-Square PROM です。STM32L0 シリーズは ST の E-Square PROM 混載プロセスを採用しており、フラッシュメモリに加えて E-Square PROM も搭載していますので、外付けの E-Square PROM は必要ありません。このオンチップ E-Square PROM は通常単品の E-Square PROM と同じ使い勝手で使用することができます。一部競合製品に見られるデータフラッシュに比べ E-Square PROM は省電力動作となるため、メモリ部分でも省電力化に貢献します。以上が特徴となります。ご視聴ありがとうございました。 STM32L0 シリーズの概要と特徴についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイトをご覧ください。